ごい水が透明じゃないですか、はい、この水って何の水なんですか。これはあの東京都の水道水をろ過した水です。それでこんな透明の状態というか、まあ、真水になるんですか。あの水道水を、まあ、純水という形にしてから、まあ、凍らせるという形ですね。